竹熊翔太は北海道上川郡東神楽町出身のプロ野球選手、左投げ左打、埼玉西武ライオンズ所属。小学5年時に東西イーグルスで野球を始め、中学では旭川北梁級シニアに所属し、2004年に全国大会出場。北海道旭川工業高等学校時代は高校1年生の夏に甲子園に出場しているが、 当番はしていない。その際試合前の公式練習で三塁打を打ったと語っている。しかしながら3年間は、甲子園は愚か全道大会のマウンド経験もなく、全国的には全く無名の選手であった。公式戦は8試合に登番し、防御率1.23。2007年5月29日、練習中に人差し指の第一関節部人体損傷。 第2関節部骨折で全治5週間と診断された。しかし、高圧酸素治療器などを使ったリハビリで回復に、努め、チームを朝日川地区代表決定戦まで導いた。6月26日の北海道朝日川東映高等学校戦では、8回で16三振を奪う高等を見せた。朝日川工業高校は、1983年に星野信幸、 2002年に鈴木隆と過去2人の左投手を排出しており3人目となる2007年10月3日に行われた高校生ドラフト会議で西武ライオンズから4巡目で指名を受けた西武は裏金問題の処分で上位2選手の指名権を剥奪されていたため実質1巡目での指名となる2009年2009年10月5日に初めて1軍に登録され 10月7日のシーズン最終戦となる、北海道日本ハムファイターズ戦でプロ初登板。3回を投げ4安打3失点だった。2010年6月20日の福岡ソフトバンクホークス戦で、リードされている場面で2番手として登板。その後味方が逆転したことでプロ入り初勝利を挙げた。プロ初先発をした7月4日の千葉ロッテマリーンズ戦では、投球しようとした際に転倒するアクシデントがあった。 2012年、シーズン序盤は敗戦処理、ロングリリーフとして登板していたが成績を残せず、1軍と2軍を行ったり来たりだった。枠井秀明の抑え転向、平野昌光の不調などにより、先発投手が手薄になり、7月12日のソフトバンク戦にプロ2回目の先発をする。8回1アウトの場面で、長谷川優成にヒットを打たれるまで、ノーヒットピッチングを展開し、 通算2勝目、先発登板初勝利を挙げた。9月19日に手術を受けた。2013年、開幕を2軍で迎え、4月9日に1軍に昇格。2014年、5月に1軍登録されると左の中継ぎとして1軍に定着。左のワンポイントからロングリリーフまで様々な起用に応え、自己最多となる47試合に登板した。二千十五年は十七試合すべてに、 リリーフ登板、防御率を前年から1点近く下げるなど活躍し、6勝を上げた。2016年、ワンポイントや、ロングリリーフなど様々な起用に応え、1年間一度も抹消されず2年連続で60試合に登板した。64試合の登板で5勝14ホールドを上げた。2017年は主に勝ちパターンへの系統として、登板した。しかし9月6日に、 左肩の違和感により抹消される。9月23日に再登録されるもその後の登板は3試合にとどまり、58試合の登板で5勝13、ホールドを挙げた。3年連続60試合登板は達成できなかったが、批安打数は前年の58本から47本に減らし、基本類打も5本から3本に減らした。2018年の春季キャンプでは、野田昇われ、 高橋智樹、小石博高、ルーキーの斉藤大将と、中継ぎ左腕が豊富で、逆に、佐野康野が、前年の故障のリハビリで出遅れ、先発左腕が、菊池武士選手かいない状況ということもあり、先発転校に挑戦する。しかし、3月にトレードで、先発左腕の江野木田大輝を獲得した一方、中継ぎは、ルーキー斉藤と実績のある、大石達也が不調で、 開幕2軍。さらには、開幕1軍入りをしたのだと新外国人のワグナーも、オープン戦から不安定な投球が続いていたため、竹熊は結局中継ぎで開幕を迎えることとなる。平井勝則、増田達と共に勝ちパターンを期待された高橋が、開幕早々に、長期離脱。平井と、増田以外の中継が不調だったこともあり、去年までの便利屋ではなく8回のセットアッパーを、任され、 5月24日までで18試合1勝、7ホールド防御率1.88と安定した投球を続けていた。しかし、他の中継ぎ投手の不調もあり、点差が開いていても肩を作る場面が多く、過去4年で236登板の金属疲労、昨期終盤の肩の故障や、春季キャンプでの不慣れな先発調整の影響もあり、5月26日以降は打ち込まれる登板が続き、 終わってみれば35試合で防御率6.37と大きく成績を落としてしまった。2019年のキャンプ当初は中継ぎとしての調整をしていたが、去年2桁勝利を挙げた榎ノだが、左肩の張りを訴え、新戦力の内海哲也が肉離れ、松本渡るが敗炎と先発要因が相次いで先線離脱したため、3月から急遽先発に転向することとなる。 そうして4月3日には自身5年ぶりとなる先発のマウンドに上がり、先発としては7年ぶりとなる白星を挙げた。持ち玉はスライダーカーブチェンジアップの3球種。ストレートは時速140キロメートル前後だが、弾道解析システム、トラックマンによる計測で、竹熊の直球のバックスピン量がパリーグではトップであることが明らかになった。ありがとうございます。